それでは今日は剣道の飛び込み足、踏み込み足の説明をしたいと思います。ある先生から中高年から始めた人たちは飛び込み足、踏み込み足ができない、危険とは一致しない、何か良い方法はないでしょうかという質問がありました。今日は踏み込み足、飛び込み足ができる段階的指導法を勉強したいと思います。まず、足の構えから指南や木刀を前方方向に置きます。手を腰に置きます。右足を前の方向へ持っていって引きつける。左足を引きつけます。前の方向へ持っていって引きつけます。これが踏み込み足です。前に踏み込んでから足を引きつける。飛び込み足は前方方向へ持っていって顔を飛ぶように飛びます。この練習を何回も続けてください。顔を飛ぶように飛びます。前方方向へ飛びます。これが飛び込み足です。踏み込み足は踏み込んで左足を引きつけます。踏み込み足、飛び込み足。これができるようになりましたら、今度手形の練習します。振りかぶる、踏み込んで左足を引きつけます。今度は振りかぶる、トンと前方方向へ飛びます。次は木刀を持って振り上げる、踏み込みます。振り上げる、振り込む。そして今度は飛びます。構えから振り上げる、トン。構えから振りかぶる、トン。さらに前に前進する、振りかぶる、飛び込みます。これが完成です。構えから攻める、振りかぶる、ペン。リズムをつけると非常にうまくいくようになります。前、あと前、パン、前、あと前。振りかぶりを小さくして、剣線が立ったところからパンと踏み込んでいくと早く出るようになります。このようにして段階的な練習をしていただくとよろしいかと思います。